チャプター1がまた戻ってきたぞー。いやーめっちゃ嬉しいですね。あの頃の記憶が蘇ります。私たちの青春だったものね。それをまたプレイできるってのは涙が止まりませんよ。ここのウプ主がフォトナ始めたのチャプター2からなんだけど、そんなの言わなきゃ視聴者にバレないわよ。そうですよ、嘘ついてれば視聴者を騙せますよ。激ヤバ実況者じゃんお前ら。ってことでフォートナイトリロード始めていきます。え、嘘ついたまま始めるの？このモードはもうみんなプレイしたよね。ってことで細かいルールとかはいちいち説明しません。やっぱり激ヤバ実況者じゃん。っていうか私も何も知らずに始めているので、説明しろって言われても無理なんです。それって実況者としてどうなの？まあ細かいところとマリサは置いておいて、早速実況を始めていきましょう。おい、私を待機島に置いていくな。チャンネル登録と高評価お願いします。どこで何に乗ってんだよ。畳がボロボロに。公開行くぞー。ってことで長野県民の皆さんこんにゃじ。長野県民の視聴者だけ特別扱いすな。日本の視聴者全員に挨拶しろ。はい、では皆さんこんにゃじ霊夢です。皆さんこんにゃじマリサだぜ。ピアノが弾けますよ霊夢です。一人だけずるいぞ。それで降りていくのはプレザントパーク。ここはチャプター2にもあった街なので記憶にありますね。シーズン OG にもありましたよね。そういえばこのモードはスクワット限定なんだってな。一緒にやってくれるフレンドがいたのか。このチームは野良の人たちとやってますね。ここのチャンネルは都合の関係でフレンドを作ることができません。なので野良でマッチに潜るしかないのです。悲しいチャンネルですね。で早速仲間が一人死んでるぞ。ほんとだ、これは早くリブートカードを回収しに行かないといけませんね。で待って、敵さんいるよ。ここショットガンを持ってないから近距離戦は難しいな。あ、でもいいダメージを与えているんじゃないですか。あ、ダメですねこれ。エイム力の差で負けました。おい何やってんだ。でもなんかリブートってボタンが現れたので押してみますね。おいおい完全に死んじゃったぞ。どうやら自分で勝手にリブートできるみたいですねこれ。はい、このモードは味方が生きている限り30秒で自動的にリブートされるモードになってます。ってことは何回死んでもいいってこと？そういうことにはならないけど、まあそういうことだな。最終的にチーム全員倒されたら完全に負けということになります。なるほど、つまりは私向けのモードってことなんだね。お前はすぐに死ぬからな。じゃねえよ、死なないように頑張るんだよ。何チームメイトにまで迷惑かけようとしてるんだよ。だって強い人とチームを組めば何回死んでも許されるじゃん。絶対うざがられてるぞお前。ってことで30秒経ったので、かーす。持ち物は白アサルトのみですね。ということはまずは武器探しからだね。敵さんに見つからないように探せればいいんだけど、宝箱がある位置なんてわからないもんな。おっと、これは懐かしのポンプショットガン。誰もが返せって言っていた武器ですね。早速敵さんに見つかって撃たれていますよ。ここは敵さんが攻めてくる前にシールドで回復したいですね。霊夢はすぐにダウンするからな。そのすぐにダウンするって実況やめてくれない？視聴者に誤解されちゃうじゃん。視聴者も全員わかってますよ霊夢さんが弱いこと。おわ、早速シールドを割られてしまった。ほらね、ここはこの敵さんを倒して仲間の人たちに認めてもらわないと。そんで視聴者の人たちの誤解を解かなければなりません。絶対に無理だろお前には。この世に絶対なんて言葉は存在しませんからね。味方さんの援護もあってかかなり詰めています。いつもは逃げ腰ゆっくりさんなのに今日ばかりはガン詰めゆっくりさんですね。ガン詰めしたところで負けるのには変わりないんだろうな。キックショーかーつ。アンチが迫っているのでこれは敵さんと会わなくなるチャンスですね。この隙にこの家の物資を漁らせてもらいます。まだ宝箱が残ってるな。頼むから卓章私に使わせてくれ。霊夢さんはエイムが悪いので連射できる方がいいですもんね。私のことをなんだと思ってるの？ってハンマーアサルトが出たんだけど。ハンマーアサルトはチャプター3の時の武器だよな。もはやそれですらも懐かしいですね。今回はシーズン OG の武器だけではなくチャプター3の武器も出てくるようです。それは嬉しいことですけど、めっちゃ敵さんが攻めてきてますね。アンチが来てるから大丈夫って言ってたやつはどこのどいつだ？隣のマリサさんですね。私は何にも言ってねえよ。相変わらずショットガンは持っていないのでゴリ押し戦法で攻めます。この敵さんとさっきも戦ってたぞ。ショットガンを持ってる敵さんだから勝つのは難しそうですね。でもシールドは割りました。これはなんとか勝てそうです。敵さんめっちゃ建築して逃げていったけど、私は建材がないのでよじ登ることしかできませんね。シーズン OG にはなかった機能なのでなんか新鮮ですね。てか敵さん死んでるんですけど。各キルはもらいますね。味方さんが倒してくれたのかもな。ミニポが出たので急いで飲んで味方さんと合流したいです。まだ敵さんがこの家に残ってるぞ。あ、ほんとだ。ってどこから撃ってきた？あ、ダウンしちゃったかーつ。これダウンした場所じゃなくて味方さんがいる場所に復活するのがいい機能ですね。これで敵さんとは鉢合うことがなくなるってこと。どれだけ敵さんと会いたくないんだよ。1ミリも会いたくないですね。ちなみに私とはどれくらい会いたいですか？毎日会いたいですね。霊夢さんって優しい。なんだこの茶番。さあ、ほぼほぼ最終アンチになってきました。ここから追い上げて見事ビクロイが取りたいですね。お前には無理だよ。見事にスナイパーで抜かれたのは私でした。味方さんも大変だなこいつと組んで。リブートは無効になってるのでもう後がないですね。これはもう死ぬことができない。おい、味方さんが敵さんと戦ってるぞ。やばい、援護に向かわなければ。霊夢さんでは役に立たないですよ。なんでそんなこと言うの？あ、でも見事隙をついたので一人倒せましたね。今回初めてのキルだな。やっちまった。マジで何やってんだおい。これは味方さんからの蘇生を待つしか方法はありませんね。ありがとう味方さん。よかったな。まあこうなるよね。
ってことで2戦目行くぞー。今回降りていくのはみんな大好きティルデッドタワー。私は大嫌いですけどね。こういう逆張りをする人もいます。この街もチャプター3にあったよな。でも私はポンコツなのでどこに宝箱があるか覚えていません。って誰がポンコツだ。自分で言ってただろ。やばいやばい、早く武器を探さないと敵さんと遭遇してしまう。でも見つかったのは白アサルト。白アサルトでもないよりはマシですけどね。味方さんが外で戦ってるから援護に行きます。ミニポ飲んでないで早く行けよ。待っててね味方さん。もう遅かったようです。味方さんは優秀だな。霊夢さんの手助けがなくても勝てるくらい強いんですね。私が悲しくなるからやめてくれる。あんなところに敵さん発見。これはキル数を上げる大チャンスであります。なんか吹っ飛んでますけど。ジャンプパッドを踏んだみたいですね。あ、でも飛んだ先に敵さんいたので見事倒せました。でも遠くから狙撃されました。かーつ、今回何度目の復活なんだよ。でも私は1キルしてますからね。もしかしてすぐに復活できるこのモードって1キルの価値はそんなに高くないんじゃないでしょうか。そんなこと言うなよ。こっちは頑張って1キルしたっていうのにそんなこと言うなよ。あ、敵さん発見。こいつを倒して見返してやるぜ。倒されました。かーつ、お前もしかして死ぬことはそんなに悪くないと思ってるだろ。すぐに復活できるからって死んでもいいと思ってるだろ。そんなことありませんね。そんなことありそうですね。ってことでよくわからないビルへ飛び込んでいきましょう。武器がないから早く見つけたい。ってリボルバーお前じゃねえよ。二つも見つかりやがって。リボルバーって当てにくいよな。でも敵さんが舞い込んできたのでこれで戦っていきます。狭い場所を逃げ回りながらならなんとか勝てそうですけどね。おお、一発当たったな。はい、もう一発当てちゃいます。リボルバーの霊夢と呼んでください。おお、リボルバーの霊夢さん。でもその後動画にできないくらいめちゃめちゃ死にました。本当にありえないくらい死んでたなお前。でもそのおかげで4キルを叩き出しました。チーム全体で8キルなので半分が私の功績ですね。めっちゃ偉そうにしてるこの人。なんか後ろからいきなり敵さん来ました。やっぱりどの武器を使ってもエイムが絶望的なんだよな。でも敵さんはミリ体力なのでガン詰めします。味方さんがとどめを刺しましたよ。じゃあ各キルは私がもらいますね。各キル中霊夢さん最低。懐かしき補給物資が落ちてきたので私が先にもらいに行きます。味方さんには絶対に分けません。こういうやつがスクワットの輪を乱します。ロケラン出たので持っていきます。スクワットでのロケランほど最強なものはありませんからね。マジで強いよなロケラン。ってなぜか透明な味方さんがいるんだけど、もしかしてチートか何か。どうせ運営さんがお得意なバグか何かだろ。新モードでもバグ発生とはやりますね。はい、では終盤になってリブートが無効になったので本気を出します。今まで本気じゃなかったのか。そうですね、遊んでました。絶対に最初から本気ですよこの人。敵さんチームにロケランを直撃させたのでかなり優勢ですね。そんなに撃って終盤用の弾薬は大丈夫なのか。ボイスチャットとかはしてないですけど、きっと味方さんがくれるので問題ありませんね。味方さんとの信頼関係そんなにないだろバカタレ。味方さんロケランの弾をください。無視されてるぞ。砂で抜かれました。こいつマジで戦犯だろ。でも味方さんが蘇生してくれたので助かりました。マジで後で謝罪してください。しかもロケランの弾まで置いてくれてある。なんて優しい味方さんなんだ。さあいよいよ終盤戦。アンチも最終アンチになってきました。私のチームは4人全員生存してるのでかなりのアドバンテージですね。お前のせいで危なかったけどな。しかも残りの敵さんはあと7人。これはビクロイいけちゃいますね。マジで頼みますよ霊夢さん。あ、敵さんいるのでポンプで倒します。この状況下でのキルはかなりでかい。各キルも与えていきましょう。私各キルって大好き。弱い奴が言うセリフだな。アンチがヤバいので飛びます。ほぼほぼ最終アンチなので上を取ってロケランぶっ破すれば勝てますね。果たしてそううまくいくかな。ヤバい、味方さんが一人死んだ。ってことはそこに敵さんもいるはず。かなりの圧がかけられてるな。やばい、もう一人味方さんが死んじゃった。ってことはロケランチャンス。なんか最低なこと言ってませんかこの人。よっしゃここでも上を取るぜー。残りの敵さんはあと一人だ。こんな大チャンスめったに訪れないぞ。見つけたぞ敵さん、お前の命はそこまでだ。おい落下ダメージ食らったぞ大丈夫か。もうここはロケランは封印してポンプで行こうと思います。待ってろ敵さん、私がとどめを刺してやる。そこだー、私がビクロイだー、私がビクロイを取ったぞー。おーよくやったレイム、まさかビクロイできるとは思わなかったぜ。私も絶対に無理だと思ってました。どうだ見たかあんたたち、視聴者も見たか。これで私の威厳は保たれた。まあ死んでばっかりだけどな。ってことで今回はここまで。見てくれてありがとう。